ちは。こんにちは。私は横高市の地元から来ました。横高市の選挙を求めて毎月第3日曜日に集会を座り込みしています。そして明日は第75回の座り込みです。でこの選挙の会は代表の人なんですが、私が代表の人が頑張らせてもらっております。ご女性もこういうことをどんどん立ち上がってはいけない、そのようにと思っています。さて横高市なんですが、2010年令和横高市の中に航空自衛隊横高市というのが新設されました。そして司令部の意識で来たらこれが強化されまして、本当に今憲法が行われています。そのことは2012年から始まった佐賀戦争の効果訓練です。沖縄の鳥居ステージの横田区にあるんですが、そこを特殊部隊、また佐賀戦争の空軍の特殊部隊などがわざわざ東京の横田区に来て佐賀戦争の効果訓練をやっています。なんと3年間で1500人の佐賀戦争訓練が行われました。東京で共通訓練が行われているんです。そして去年は MV を持ってですね、これが沖縄側にされておりますが、 MV コスプレが7月からもう毎日のように横田市にやってまいりました。北海道に来たり、茨城県に来たり、伊豆大島に来たり、横田市のホテルに遊びに行っています。そしてこの6月にもテレビカバーで事故がありましたね。でもその原因の究明の方々が6月にはカラフのコスプレが横田市にやってきました。でこの地域が日が暮れに演習場で夜間の訓練をやりました。夜の訓練には初めてです。しかも23回の日が暮れ訓練をやっているんですね。環境整備所までが1回2回って数えたんですよ。で、教会に戻ってきたのは9時37分でした。そして皆さん、さらに MV22 コスより危険だと言われている空軍の CV コスプレ、これが特別な作戦なんですが、これが10日この横田市に反映されるということが5月12日に発表されました。もし横田市に CV コスプレが反映されたら、地元の私たちも大変ですが、もう関東一円、そして東北の方まで含めて日本全土が CV オスレイの危険が空前のようになってしまいます。もう私たちの命だったら財産が本当に危険にさらされるんですね。で、この CV オスレイは特殊な作戦機ということで、その部隊が横田市にやってきます。で、ここ普通の作戦で一体何と言われるかもしれません。で、この場で雑誌をしたり雑誌をこう犯したり、そういうようなことをやるんですね。ですから、そういうもう広い特殊部隊が横田に来て、そのこと東京が特殊な作戦の刺激とかになります。もうその方から絶対に許せない、このように思います。皆さん、お忘れ